皆さんはじめまして、茨城県のプレイズレポーターの勝田教会牧師鈴木光です。今回は5月18日の水戸近隣教会合同青年会のレポートをします。この集会は5月の18日日曜日の午後3時から、各教会での礼拝を終えた青年たちが単立勝田聖書教会を会場に集まって行われました。もともとこの青年会は、水戸とその近隣のいくつかの教会の牧師たちが、それぞれの教会に青年はいるのだけれど、人数が少なくて若者同士の交わりの機会が少ないという課題を共有していたため、それではみんなで集まって教会の青年たちの交わりを持とうと考えて始めた集会です。当初は本当に小さな交わりで、みんなで集まっても青年自体は3、4人ということもありました。しかし、次第に加わる教会や求道者も含めて若者たちが増え、3年ほど経った今では20名から30名ほどの参加者が毎回集まるようになりました。その中で少しずつ青年たちの自主的な企画も出てくるようになりました。例えば昨年の夏は、青年たちが準備委員となってバーベキュー集会を企画し、水戸下市教会を会場に特別集会を持つことができました。また、牧師たちからテーマを決めてのメッセージの準備などが出てくるようにもなりました。恋愛や結婚についてのメッセージ、あるいは家族、仕事についてなど、今後も様々なテーマを考えています。このように、現在は交わりだけではなく、若者たちにとって様々な経験や成長の機会にもなっていると思います。対象は、教会に集まっている高校生以上の青年です。現在は近隣の5つの教会が幹事としての役割を担っており、それぞれの教会からも交わりのある教会に声をかけて、毎回複数の教会から青年たちが集まっています。5月18日の集会では、まず水戸福音キリスト教会の青年たちが賛美チームとしてリードし、皆で賛美の時を持ちました。次に勝田教会のリードでチームに分かれてのゲームをして互いに知り合い、打ち解けるための時間がありました。そして聖書の御言葉を開いてメッセージが語られました。今回は水戸中央教会の山本恵美子先生が、女性の視点からの恋愛、結婚というテーマで、マタイによる福音書19章1節から12節から語られました。メッセージを受けて、改めてグループに分かれての分かち合いの時間を持ち、それぞれ祈り合ってメインの集会の時間は終わりました。最後に会場教会となった勝田聖書教会の皆さんが用意してくださった夕食をみんなでいただき、さらに交わりを深め、楽しいひとときとなりました。茨城県北部の教会のほとんどは、あまり多くの青年が集まっているとは言えません。しかしそのような中でも、地域の教会が共に思いを合わせて集う中で、豊かな若者たちの交わりができているということには大きな意義があると思います。普段の教会生活ではなかなか見ることのできない若者たちの一面や、若者同士の交わりの中でこそ生まれてくる成長や励ましを見ることで、牧師たちも青年たちも喜んでいます。参加者の中には、他の予定が入ったら困るから、早く次回の日程を教えてくださいという人もいるようで、得難い信仰の交わりの機会となっています。教会に集う若者たちが喜びを感じ、また信仰を養う機会が増えていくことで、この地域での若者たちへの伝道がますます豊かにされていくことを願っています。以上、茨城県から勝田教会の鈴木光がレポートいたしました。